ハース F1 チームとギュンター・シュタイナーの関係が終了し、次なる動きが注目されている。シュタイナーは、約10年間にわたり、ハースのチームボスを務め、ネットフリックスのドライブ・トゥ・サバイブなどで知名度を上げたが、チームのパフォーマンスの低迷が関係解消につながった可能性がある。ハースは、2023年のシーズンで、わずか12ポイントしか獲得できず、再びコンストラクターズ・チャンピオンシップ再開に終わった。シュタイナーの退任は、 新しきチーム監督である小松綾雄の就任とともに発表されたが、プレスリリースにおいて、シュタイナーの名前は、わずか2回しか言及されず、関係の終了が円滑ではなかったことが示唆されている。ハースの F1 におけるアプローチは、他のチームと異なり、低予算での参戦を重視していた。しかし、パフォーマンスの向上が見られない中で、ビジネスモデルの問題や資金の課題が浮上している。シュタイナーは、ビジネスモデルの維持を強調し、 新たな投資が必要でないと語っていたが、その方針が今後どうなるかは不透明である。また、新たな指導者である小松綾雄が、どれだけチームを立て直せるかが注目される。ジーン・ハース自身も、コース上のパフォーマンスを改善する必要があると述べ、エンジニアリングを経営の中心に据える方針を示唆している。一方で、シュタイナーの情熱と組織への貢献も強調されており、その不在が、チームに、どのような影響を与えるかが不透明である。 最終的に、ハース F1 チームは、今後、どのような方針で成績を向上させ、F1 において、どのような存在となるかが注目される。コメント、ハースがシュタイナーと分かれ、どのようにして成績向上を目指していくのかが注目されています。そのために何をするのか、その一挙手一投足に注目が集まります。